皆さんこんばんは、猫好きです。学校であった怖い話です。実況プレイ、今日も元気にやっていきたいと思います。さてではですね、前回は新井さんの第5話を、聞き終えましたね。では細田の6話目やっていきましょう。はじめまして。僕の名前は細田智春と言います。2年生です。ついに7年目を現れませんでしたね。どうやら僕の話が最後のようですし、ちょっと気分を盛り上げるために場所を移動しましょうよ。またトイレとかでじゃあ言うんじゃねえだろうな。これだけ待ってこないんですから、もう7年目は来ないでしょう。ここを離れても大丈夫だと思うんです。それでしばらくして7人目が来たってなったら、ね、君責任取ってよ。さあ、皆さん、僕についてきてください。この集まりは、旧校舎が取り壊されることを記念して持ち上がった企画ですよね。だから、旧校舎で話をしようと思うんです。大丈夫なのか？旧校舎なんか行っちゃって、バレたら、とんでもないことになりそうだが。せっかくですもんね。今は立ち入り禁止ですけれど、そっと忍び込めばわからないでしょう。君がそっと忍び込むことができるのかどうかは疑問だかな。それに僕が話すのは、この旧校舎にまつわる話ですから。なるほど、気分を味わう感じか。さあ、旧校舎です。皆さん、覚悟はいいですか？この中のある一つの教室に行きますからね。暗いですね。電気が通っていないから仕方ありませんね。足元に気をつけてください。結構床が腐ってますから。床を踏むと嫌な音がしますね。キー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 、怨念が泣いているみたいですよ。さあ、着きました。この教室です。皆さん、どうぞ中に入って適当に座ってください。なんかこいつが勝手に司会進行役みたいな感じになってるけど、本当の深海進行役は、すこえもんだぜ。まあ、いっか。それでは皆さん、話を始めましょうか。猫好きくんは、この旧校舎にまつわるトイレの階段を知っているかな？トイレの階段？わからん。旧校舎のはわからんな。トイレの階段には、有名なものが多いよね。紙をくれと言いながら便器の中から出てくる青白い手の話。組取り式のトイレの便器から覗くギロリと光る二つの赤い目の話。いろいろあるよね。へえ、そんな話があるんだ。俺全然こう、怖い話とか避けてた人間だからわかんねえわ。でも最も有名なのはやっぱり花子さんじゃないかな。ドアをノックすると誰もいないはずのトイレの中から花子さんの声が聞こえてくる。そしてドアを開けるとそこには花子さんの姿が。ああ、トイレの花子さんやな。でも俺、実を言うと、こう、怖い話で、花子さんって聞くと、トイレの花子さんよりも、学校の怖い噂、花子さんが来た、あっちの花子さんを思い出すんだよな。皆さん、90年代の、ポンキーキーズ見たことありますか？あれ、ゲームがあったんですよ、っていう。懐かしい。花子さん懐かしい。花子さんの話は名を変え姿を変え
全国に散らばっている。性別も違うし、名前も違う。え？そうなんだ。へえ。どうして出るのか正体や原因が分かっているのもあれば、謎に包まれているものもある。ただみんな共通しているのはトイレに出るということさ。トイレに出る不思議な霊の存在を、そして花子さんと呼んでいるんだよ。どちらかというと花子さんはやっぱりこう幽霊を倒してくれる花子さんじゃないかな。違うかな。そして当然のようにこの学校にも花子さんの噂はあるんだよ。で、これから僕たちでその花子さんを呼び出す実験をしようと思うのだが、僕の提案なんだけど。あ、どうかな猫好きか。君やってみないかい。あ、そうだな。花子さんの実験か。まあでもせっかくかさ、こうやって来たんだからさ、それで早々で嫌だって言ったらさすがに盛り上がんないだろうね。じゃあやってみましょう。花子さんを呼ぶ実験、危険でなければね。あ、そう来なくちゃ。きっと君ならそう言ってくれると思っていたよ。それじゃあ実際に花子さんが出るというトイレに行く前にちょっと僕の話を聞いてくれよ。これはもう何十年も前に起こった話なんだけど、だからその話の真意を確かめることはできない。本当に起こった話かもしれないし、もしかしたら作り話なのかもしれない。まあそれはもうすぐ僕たちがこの目で確かめれるわけだけどね。その事件の発端はこの教室で起こったんだよ。季節はちょうど今頃だった。蒸し暑い夏のある一日、その頃期末テストで赤点を取った生徒たちが学校に残されていてね、補習のプリントをやらされていたんだ。あー、なんか岩下さんの第2話になんかちょっと似てる感じやな。どうだい猫好きくん、君はテストで赤点を取ったことがあるだろ。まあちょっとこれは俺の過去の事情だな。高校の頃はなかった。大学の頃はちょっとあったけど、ありましたね。ああ、そうだよね。よほど頭が良くない限り誰だって一度や二度の赤点はあるはずさ。僕なんか常習犯だけどね。笑うところじゃないよね。その時残された生徒は6人いたんだ。まるで今回の僕たちと同じようにね。プラススコエモンみたいな感じか。男性が4人、そして女性が2人。まさにこの6人やな。彼らは放課後のひっそりとした旧校舎のクーラーもないこの教室で汗をかきながら補習に取り組んでいた。先生は時々様子を見に来るんだっただけだった。でもね、ちょっと急用ができてしまい、後のことを他の先生に頼んで帰ってしまったんだよ。それがいけなかったんだ。頼まれた先生は何の気なしに約束をしてしまったんだね。その6人のことを忘れて帰ってしまったのさ。ってことはその6人は見事なまでに忘れられたってことかよ。わかんな。どういうわけか、その時の見回りの用務員さんも気づかなかったようでね。めっちゃ最悪なパターンや。後で聞いた話だけれど、確かに見回りに行ってその時には誰もいなかったというんだよ。
もしかしたらあれかな、こう、警備員さんが通っていた時には、誰もいなかったんだけど、実際はどっかに移動していた。そんな感じなんかな、ちょっとこう、入れ違いみたいな感じになっちゃったんかな。嘘をついているのか、それとも何かの力が働いて、一瞬だけ彼らの姿を見えなくさせてしまったのか。とにかく、この6人は誰からも忘れ去られ、この教室に取り残されてしまったんだ。ああ、ところで猫背がいか。君、今まで一度もトイレに行ってないけど、大丈夫なの？ひょっとしてトイレに行きたいとか言うことはない？そうだなま、ちょっとたまにはこう行ってみましょうかね。ちょっと休憩を挟もうか。あ、そう。こんなこと聞いといて悪いけど、トイレはもう少し我慢した方がいいよ。ってなんでやねん。お前が言ったんじゃねえか。は？少なくとも僕の話が終わるまでは、そうしないと良くないことが起こる。だからもう少し我慢してよね。どうしようか。この忠告を聞くかどうか。猫好きは今後優しくて、誰の約束も守れる、そして人の忠告を素直に聞ける、そんな人になれるように頑張ります。しょうがない、聞きましょう。うん、分かったよ細田。あ、ごめんよ、僕は決して意地悪で言っているんじゃないんだ。君のためを思っているだけいるんだからね。それで補習で残された6人だけれど、いつまで経っても担当の先生が見に来ないから、だんだんと不安になってきたよね。でも大事な期末テストの補習だったから、これを落とすわけにはいかない。それぞれ6人ともそれなりの事情があってね。これを落とすとクラブ活動ができなくなるとか、親が呼び出されるとか、だから帰るに帰れなかった。ああ、なるほどな。一生懸命やらんとあかんな、そりゃ。ふと時計を見ると、もう9時は回っていたんだよ。でも、それがそもそも不思議なことだと思うんだ。どうして9時まで気づかなかったのか。9時だけに、くじけずやってたんだね。いくら集中して補習に取り組んでいたとしても、もともと補習を受けるような連中だよ。そんなに集中力が続くだろうか。人間やればできるね。9時を過ぎるまで気づかないなんて異常だとは思わないかい。まあそうかもしれんけどな。さっきも言ってたけど、異常っていう言い方もちょっとあれだけど、まあかな。だよね。その時点で誰かが帰ろうと言い出せばよかったんだ。でも誰も口に出さなかった。変だなと思いながらも、薄暗い蛍光灯を頼りに補習を続けてたんだよ。それにしても補習のプリントごときでそんなに時間がかかるもんなんだろうか。まあ問題によるんじゃないですか。そもそも赤点を取るような連中のための補習だよ。なんかさっきからなんかこいつ連中言ってなんか舐めてません？僕も何度も受けているからわかるんだけど、成績の悪い僕だってそれほど難しいとは思わない。そんなレベルだよ。それとも
昔は難しかったのかな。時計が10時を回った頃だった。さすがに一人がしびれを切らしてね。なあ、俺たち忘れられてんじゃないか。誰もが一番聞かれたくない質問だった。そして残りの5人は顔を見合わせたのさ。そんなことないよ。先生が僕たちを放っておくなんて考えられないもん。一人がついそんな風に答えたんだ。そういう自分にも自信はなかったけど、自分たちが見捨てられているとは思いたくなかったから、そう答えてしまったのさ。見捨てられただけに先生のミスってか。僕、その気持ちわかるな。だったらどうしてこんな時間まで来ないんだよ。もう10時を回ってんだぜ。そして教室の壁にかかっている時計を指さした。そんなことよりみんなは補習終わったの？終わったらこっちから先生を呼びに行けばいいんじゃない？一人の女の子が不安を打ち消すように強い口調で言ったんだ。それもそうだな。そしてみんなはまた補習を続けたんだって。誰も終わってなかったっていうことかな。それでも補習は終わらない。まるで同じところを何度も何度もやらされているような錯覚に陥ってしまう問題ばかりだった。そんなに難しくないはずのなのになぜか終わらない。エンドレス補習みたいな。解いても解いても永遠に終わることのない問題集をやらされている気分だった。時計を見るとまだ10時20分だった。もっと時間が経っていてもいいはずなのに、あまり時間は経っていなかったんだ。それからしばらくして、まだ時計は10時20分を指していたんだ。え？ねえ、あの時計止まってるんじゃない？さっきと違う、もう一人の女の子が心細そうにつぶやいたんだ。確かにな、もう壊れてんじゃないの？それは誰もが気づいている不安だった。それがあの時計だよ。え、現物あるんだ。ほら、あの壁にかかっている時計。暗くて見えないかい？あの時計は今何時を指していると思う？皆さんわかりますかね？10時20分ですよね。10時20分だよ。あの時からずーっとあの時計の針は10時20分を指しているんだ。どうだい？あの時計を調べてみるかい？ああ、まあ、そうだね。うん。とりあえず見てみましょう。ほら、近づいてごらん。見えただろ？何の変哲もない普通の時計だよね。そうだね、あの前回の話みたいにこう、怪人が出てくるようなことは多分ないと思うけど。かなり埃をかぶっているけれど、中を開けてみよう。今はもう電池も入っていない。だから動かないんだ。大きなのっぽの古時計ってね。古時計でもないけどな。でもね、この時計は不思議なんだよ。例えば針を動かしておくだろう。
すると、いつの間にか10時20分に戻っているんだよ。え？なんでだろう。10時20分大好きな時計ちゃんかな。なぜか知らないけれど、誰かが誤解しているのか、この時計は必ず10時20分を指したまま動かなくなるんだよ。電池を抜いてもね。さあ、話を続けるよ。いや、謎だろ。謎すぎるだろ、その時計。こら、メーカーに問い合わせんとあかんな。残された6人も時計を調べてみることにした。やはり、この時計は壊れていると思ってね。そして、一人が壁から時計を外したとき。え？骸骨？なんか穴が開いてるけど、あれはあれか、あのこう時計をこう固定するためのなんかこうフックのまあ穴なんだろうね。うわっ！残りの5人が一斉に叫び声を上げたのさ。メルと時計を外した壁の後に人間の顔のようなシミがついているじゃないか。しみじみと見てみてくださいね。ってね。一瞬、それがドクロのように見えてね。でもよく見ると、ただのシミだった。ああ、もう、脅かさないでくれよ。壁から時計を外した一人は急いで時計を元に戻したんだ。時計を調べるよりもその不思議なシミを隠しておきたかったから。その時突然一人が席を立ち上がったんだ。僕トイレに行ってくる。彼はよほど我慢していたんだろうね。いや、それ先に行ってもでもよかったんじゃないかな。腰のあたりをもじもじさせていた。当然誰も止めなかったし、なんでトイレに行くのをわざわざ断るのか不思議だった。まあでも誰かが、おいどこ行くんやみたいなことを聞いてくるかもしれんしな。報告連絡相談は大事だな。うん。でも彼は生きづらそうにみんなの顔を見回したんだ。そう、一人で行くのが怖かったんだよ。すでに誰もいない静まり返った夜更けの急行車。ここにいるのは彼ら6人だけだ。そんな急行車をたった一人でトイレまで行くのは誰だって怖いと思うよ。まあ確かにな、暗いところ嫌いだからな俺も。でも誰も彼についていってはくれなかった。仕方なく彼は一人で行くことにしたんだ。長く暗い廊下を今にも抜けそうな床を渡ってね。5人は少しでも早く星を終わらせようとプリントと格闘したけれど、時計の裏にあるシミが気になってなかなか集中できない。なあ、もういいんじゃないか。誰もプリントが終わっていなくったって先生も怒りゃしないよ。まあむしろこうここまで残っている方が怒ると思うけどな。先生を呼びに行こうぜ。ついにたまらなくなり一人が切り出した。もうそれに反対する者はいなかった。そうしよう。あいつがトイレから戻ってきたら、みんなで先生のところに行こうか。みんながその意見にうなずいた。みんなで歌おう、ゲゲゲのゲ。